皆さんおはようございます。す。衆議議院員の和で北東アジア非核兵器地帯、えー、条約国際議員連盟の第2回総会から帰ってきましたソウルからですね昨晩帰ってきたわけですけどもそこで皆さんにあの私が訴えたいのは歴史を鏡に未来を作るっていうことですね。であのもう、 日米韓三国で NATO みたいなのを作るとかまで言ってる人がいますけども、まあ本当になんとかな、あの、とんでもないことだなと思います。で、それなぜかというと、ちょうどあれはもう16年ぐらい前になりますか、皆さんハワイの、ハワイ大学ってご存知ですかハワイは東西の文化が融合した あの地域でそしてとってもあったかいとこなんですねあったかいっていうのは気候があったかいっていう暑いっていうだけじゃなくていろんなものがですね混じり合って和むっていう意味であったかいですねでハワイ大学の,ウェストウェあのイーストウェストセンターっていう東,東西文化センター東西センターですねイーストウェストセンターでそこの理事長さんが チャールズ・モリソンさんっていう方でですね、私、まあ、あの、若い頃からですね、いろいろなお話をいただきました。で、チャールズ・モリソンさんが僕にこんなふうにおっしゃったんですね。原口さんって、世界にはまだ分断国家がいくつかありますと。戦争による分断ですね。で、それは南北、朝鮮。これもそうですね。それから、もう今では、 一つになりましたけど東大、東西のドイツ、これもそうです。それから今、台湾有事は日本有事とかわけわからん、まあ、戦争屋の繰りとを言ってる人がいるけども、中国、一つの中の中国の中でも台湾という地域がある、分断が残ってるわけですね。で、特に深刻なのは、この北東アジア、これに冷戦構造が残ってる。 だからあなたまだ若いからあなたがあの政治家のうちにこの北東アジアの冷戦構造を終わらせるこれを一緒にやろうねっていう話だったんですね。でところが今どうなってるかというと逆にその冷戦構造をこう際立たせて。 そして地域に分断を持ち込んで、怖いでしょう、怖いでしょう、怖いでしょうと、ロシア怖いでしょう、中国怖いでしょう、北朝鮮怖いでしょうってやってるわけですでもね、物事には両面っていうものがあって、どっちがから見たら怖いかと。例えば北朝鮮っていうのは、あの彼らの動きを僕らもずっとフォローしてます。拉致議連でも。 実際にあの直接話をしたこともあるしなんとか被害者の方々を日本に返そうということで帰っていただこうということでずっと努力をしてきましたけどもしかし動かないじゃないですか制裁一辺倒じゃねでそれがなぜなのかっていうんでまたあのこれ別の項であの行動をもう一個別のフェーズでやろうとしてるんですけども 日本で言うと、小さな県ぐらいの GDP の北朝鮮と、それから国家予算、軍事予算がですね、日本の一般会計、つまり100兆を超えるアメリカと比べたら、どっちが怖いでしょうか。それこそ、その、私がですね、英県というところの知事で、それにアメリカがですね、あの、場合によっちゃ、あなた方、 あの軍事演習のついでに攻撃しますよって言ってたら言ってませんよアメリカは仮に言ったとしたらどんだけ怖いですかでそういうことを考えてみると私たちはこの北東アジア特に朝鮮半島に残る冷戦構造をどうやって終わらせなきゃいけないかっていうこれ責務を持ってるわけです。昨昨日あの一昨日一と 韓国の国会議員さんたちとお話をしました。で、もう皆さんご存知の通り、韓国の方々はあの徴兵制あるんでですね。私の一緒の共同代表の本,本先生も軍にもおられた方ですね。本さんはすっごい人ですよ。ものすごい人です。ああ、静香さんありがとうございます。昨日ね、えー、羽田に帰ってきた時に、えー、この一番あの絵が出てる。彼は犬塚忠さんですね。 立憲民主党の佐賀県連の副代表で、そして今世界連邦会議の議長です。犬塚さんはあのパートナーがフランスの議員さんなんですね。で本人もあの民主党時代に参議院議員をされてですね。この人ものすごい人です。もう本当に世界の核廃絶の先頭に立ってですね。今度、えー、8月の終わりから9月にかけて、昨日は一昨日と。 条約案を非核兵器地帯条約の案を韓国側と議論してでここでまとめたものをアメリカに行ってですねアメリカの議員たちの賛同も得て条約にしようとしてるわけですね。本来だったら政府がこういうのを主導すればいいんですけどまさに唯一の戦争被爆国ですからねでも核兵器禁止条約にさえあのサインする勇気さえないと。 だから僕ら僕が、まあ、超党派ででやってるわけき、まあ、昨日は、おとといは、令和新選組のお2人もね、あの串渕さんと大島久雄さん来ていただきましたけど、あれいわ新選組さんだけじゃなくて、ですね他の党の方々も、まあ、国会が許せば来たいっていう方がいっぱいおられたっていうことはあの申し添えておきたいと思います。で、さっきの冷戦構造に戻るとですね、何が起きたか。やっぱり日本は あの侵略者同士の戦争っていう人もいるけどやっぱり侵略戦争なんですよ。侵略して半島にの朝鮮半島まさに日韓併合してるわけですね。で併合をした人からするとそれはあなた方があの力が足りなかったから私たち元にのにあに一緒になったんじゃないんですか望んでなったんじゃないですかっていう人がいるけども。 でも、された方はそうじゃないですよ。まさに、銃剣で追いまくられて、そして差別をされ、そして自分の国をなくされてるんですかそのなくした国、それは責任を持ってますよ。そしてそれが今の分断につながってる。つまり、第二次世界大戦の この私たちがやってきたことがまだ続いてるっていうふうに見た方がいいですね。で、そしてもう一つは、それにさらに不幸なことに朝鮮戦争っていうのがありました。で、しかもこの朝鮮戦争はまだ終戦になってないんですよ。休戦協定でしょ。ちょうど昨日ソルでしたから38度線のすぐ近くですね。で、 昨日話した議員さんの中には、もう自分のところは北朝鮮から8キロぐらい、いや、それぐらいの近さですというところの方もおられました。すごく近いんですよ。というか、もともと同じ国ですから。だから、この分断がありますね。この傷があります。もう本当に、なんていうかな、あの、で、 南北で統一していろんなことをやろうとしたけど、また今、分断の方に入ってますよね。あの第二次世界大戦の分断と傷、そして朝鮮戦争の分断と傷。で、それに加えてグローバリズムの中でですね、様々な3段階の状況なんですね。で、この状況を解くためには、 問題解決のやはりプラットフォームっていうか、ここをまさに安全にする、平和にする、その、私が総理大臣だったら、この首脳の、例えば6カ国ですね、昔6カ国協議って言ってましたね、アメリカ、ロシア、中国、それに日本、韓国、北朝鮮。 この六カ国協議の枠組みがあったわけで、これの首脳会議を開きますね。そして、この分断構造、冷戦を終わらせる。で、じゃあ、あなたそんな夢みたいなこと言ったって無理でしょうという人がいるけど、全然違いますよ。アメリカの動きも見てみてください。もう戦争屋が追い詰められてますよね。そして今、戦争屋はこの戦争屋の傀儡がいる日本に、 ドーンとと集まろうとしてるじゃないですかあの面白いですよね。戦争やその極左のグローバリストの方々はですね、今、左の方で仲間割れしてるんですね、極左の方で、アメリカは。で、今度、その戦争やの傀儡の方の日本はどうなってるかというと、不思議なことにその極左のグローバリストのまあ、なんていうかな、 海儡なんだけど日本側はあの右翼の形をしてるんですねで右翼っぽいあの体裁をしてるんですよ。でこの人たちはその海の向こうじゃその局座の人たちが仲間割りして喧嘩してんだけどこっちの方じゃその海儡の方々は海儡の向こうは左極左の方があの喧嘩してんだけどこっちは極右の方が喧嘩してるんですよね。 で、その共通なものは何かって言ったら今だけ金だけ自分だけでですね人間の尊厳とかあるいは多様性とかは認めないあるいは歴史を鏡に未来を作るっていうのはもうそういう嫌なんですよそこのところに目をもう塞いでますねで過去のものに向き合えない人は絶対に信頼されませんっていうのはなぜかって言ったら また同じことすするかも分かかもんないって思うからで,すでそれは他国から信頼されないだけじゃなくて自分のく国民からも信頼されないんですよ。だって人間はやっぱり間違います。間違ったことは間違ったっていうふうに言わないといやそうしないと次の間違いをまた犯すかも分かんない間違いに間違いを重ねるかも分かんないって。 そういう負の連鎖が働いてしまうんですね。だから、戦争の総括っていうのは大事なんです。ちょうどあれは2005年にですねえ、2006年か、その読売新聞からですね、検証戦争責任っていうプロジェクトに参加してくれって、当時私、民主党の国会議員でしたけども、言われて参加しました。参加させていただきました、えっと、自民党ささんんは加藤浩二さんでした。 でなんであの戦争に突入したのか、なぜ3年8ヶ月、もう亡国の戦争をやめることができなかったか、そしてどこからだったら引き返すことができたのか、ポイント・オブ・ノリターンっていうんですけど、この時点からはもう引き返せないのはいつかっていうのを、これ、本が出てるんで、ぜひ僕もそこで書かせていただいてるのがあるんで、ご覧になれたらと思いますが、まあ、かなり熱い本ですね。 で、その時に僕らは当時の国会の議事録とかをずっと見ました。で、当時の国会が今の国会より劣っていたかっていうと、決してそう思いません。大日本帝国の知的な水準っていうのはものすごく高いですね。むしろ今の方が劣化してると思います。申し訳ないけど。で、じゃあなんでそんな大日本帝国が。 あんだけの間違いを犯すのかというのがその国会の議事録の中からじゃ見えてこないんですよ。で、はたと気付いたことがあってその当時の大日本帝国憲法でもですねあの民主主義だしその主権っていったことについて非常にあの書き込んであるんですね。だけど誰誰と誰が本当に主体で 誰と誰が主役で話してるかっていうのはどっかで消えてるんですよ。つまり国会の外側に権力がある、それが軍だったのか、あるいは天皇陛下をこう一つの象徴とした天皇体験だったのか、それはよくわからないです。だけど、とにかくその中に主体がないんですよ。主体がないっていうのは、これほど恐ろしいものはない。だから状況によって流れている。 で今のの岸田内内閣閣っっっててていうのはと言ってきたことが状況によって流れる内閣なんですねだから、だと僕は思います。安倍内閣とか菅内閣は曲がりなりにも安倍さんが何をやろうっていうことを考えてたかっていうのは見えるんですよ。同じ国会議員だからっていうんじゃなくて、そう言ってたから。でも岸田内閣は分かんないんですよ。彼らが言ってるのは よく2倍っていいうのは言いますね所得倍増とか、あるいは、まあ、これももう引っ込めてますけども、引っ込めてるというか、もう言わなくなってますね。それから防衛費倍増とかも、それから異次元の少子化対策とかも、これも倍々とか言ってるけど、中身ほとんどないんですよ。でもうこれでおしまいにしますが、どうぞ、世界を広く見てください。広く見てください。 世界は今握手をし始め、いや、どんどん平和の方に向かってます。握手をし始めてるんです。2022年の2月24日、この日に空爆、最低でも4つありますね。あの、シリア、イエメン、ソマリア、そしてウクライナです。でも、ウクライナだけを皆さんご覧になってません日本のメディアはそこだけ言ってません でも、そういうシリアもイエメンも手を結び始めてます。なんとあのイランとサウジアラビアが国交回復するんですから、世界は平和に向かってるんです。だけど、その中で、この沈む船の中の椅子取りゲームをさせられてるこの日本では、ですねあなた方怖いですよって、防衛を強化しないと。 あのどっかの国みたいになりますよって脅されてるでしょ脅されてるでしょそして逃げまどってません怖がってませんそれ思うつぼですからねだらそのことを申し上げて是非ですね今日これあのまた YouTube にしておきますんで YouTube でもご覧の方はあの「こんにちは」か「こんばんは」かだと思います今が正念場です 正念場です。財政とか経済においても正念場だけど、もうとんでもないような戦争やの手下になって、そして日本を滅ぼすみたいなことは絶対にダメなんで、北東アジアに残るこの冷戦構造、これ分断構造、これ突破することできます。できます。核の傘じゃなくて、比較の傘を広げることできます。できるんですよ。ぜひ 昨日あの羽田に降りるときに、すっごい雷雲で、雲で覆われてましたけど、その雲の上は、青い空なんですよ。ぜひ一緒に青い空を確認しようじゃありませんか。すみません、朝から。じゃあ、これで、えー、閉じます。えー、ご協力いただいた皆さん、お聞きいただいた皆さん、ありがとうございます。では、ご検討を失礼しています。